割れてるイチジクがあります。あとね、完熟してるイチジクはこうやって持って取ろうとすると簡単に取れます。熟してないものは取ろうとしても硬くてなかなか軸が離れません。空とイチジクです。はい、めっちゃいい感じで両足をイチジクの枝で片手でイチジク取ります。感じで ちょっとひねると簡単に取れます。このね、生で食べてもとっても美味しいですし、この皮がね、とってもいい仕事しますので、ジャムによくしてます。すごい綺麗なジャムに仕上がります。はい、こんな感じで今日もたくさん収穫できそうです。こんなにもいっぱい取れます。イチジク取り疲れました。 こっちはね、イチジクなんですけど、濃く美味しいのでね、鳥に食べられちゃうんですよ。収穫終了です。ザルなどに入れて、こう中に水入らないような感じで、この穴開いてる部分にしてサッと洗います。ジャム作るとき、あんまり水分が入ると傷みやすいので、こんな感じで。 キッチンペーパーで丁寧に拭いていきますか。手かぶれやすい方はよく触る方の手に手袋しておきます。ジャムを作る時って、なんか丁寧に皮むいてたりしてますよね。それがね、実はすごくもったいないんです。 その皮の方がすごくポイントなんです。後でちょっとまた説明していくんですけど、実はね、黒いちじくを皮ごと作ることがポイントになります。ジャムにするときも、コンポートにするときも、もちろん果物全般が皮の方に栄養素が高いんです。そしてそれだけじゃなくって、軸の場合は皮を入れることによって、 後の出来上がりがね、すごいことになるんですよ。もう本当にもったいないので、もう取るの本当にこの下こんだけで、あとは全部丁寧に使います。で、切った後一度必ずこういうところに見るようにしますよね。完熟のイチジクの場合は、結構中にカビてたりするときもあります。なので、それを確認してから切っていきましょう。 中もそうですし、このさっきっちゅうの分ちょっと今黒いの見えますか。こういうのはちょっと取り除いていきますね。もう田舎暮らしならではなんですけど、完熟のイチジクね、こんなふうに本当はね、フレッシュで食べる方がもちろん酵素もたくさんあって体にも良いんですけど、もう食べて食べて食べ飽きてしまうんですよ。なのでこうやって ジャムにしたり、ね、近くにたくさん友達がいたら分けたいんですけど、会える日にはもちろん分けるんですけど、もう会えない日もあるので、こうやってジャムにしたり、で、まあ、してないように工夫してます。でね、今切る時に少し細かく切っていく、奥のポイントですね。そしたら測ってみます。 762g なので、これの今日は、いろんな作り方があるんです。甘みを強くして60%砂糖入れて作る作り方もあるんですけど、なので今日は40%の砂糖入れていきます。コストコで購入したオーガニックのきび砂糖を使っていきます。そして40%として、今日は304g入れていきます。 そしたら一度蓋をして半日程度寝かしておきます。蓋をね、寝かしておいたらこんな感じです。ね、砂糖は綺麗になんかと馴染んできてて水分がたっぷりと出てます。そしたらこのまんまつけて炊いていきます。今日はガラスの鍋使ってますので、で温まるのに時間かかるので、ちょっとまず温まるまで中火で、そして蓋はね、
ジャムを作るときはできるだけしないこと、蓋をすると上がっていった水滴がまたジャムの方に落ちてくるので、ね、ジャムがしっかりと煮詰まらないので、蓋を開いた状態で煮込んでいきます。そしてね、鉄の鍋とかあとテフロンとかはあんまり使わないようにしますよ。できるだけホーローになってる鍋とか、こういうガラスの鍋の方が、まあもしあればですよ、ガラスの鍋今時なかなかないので、うちもたまたまあったので使ってるんですけど、ガラスの鍋の方がもし焦げそうな状態も外から確認できるので便利なんですけど、鉄とかあとテフロンとかだと結構混じったりするので、ちょっと剥がれたり、そして鉄の場合は色悪くなったりもそうなんですし、後で酸味加えるので味に変化ある場合があるので、そういう味に変化出ないような鍋を使っていきます。沸いてきたので一度混ぜていきたいのですが、その前にちょっとこの外側に出てきたアクを取っていきます。ガラスの鍋の場合はこのまま電子レンジで作る、加熱することも可能なんですけど、まあ私はどちらかというとガス派なので、できるだけ調理はガスで済ます、好みで電子レンジでしてもらっても構いません。こんな感じでね、出てきたアクを取っていきます。すごい水分ですよ、ほら。そしてね、この皮がね、後でなかなかいい仕事しますので見とってくださいね。湯はね、もう割と弱火になってるんですけど、これでまた炊き始めてから10分ぐらいですね。ここからはもう本当に強火にする必要なく弱火で煮込んでいきます。ジャムの方はもう弱火で煮込み続けて、今20分ぐらいかな、割とグツグツとしてて、まあアクもさっきより十分と減ってきました。まあもう一度アクを取っていきます。下ね、40分経ってからこんな感じで、そしてもうね、だいぶね汁も減ってきましたので、ここで少しというか混ぜる回数を少し増やしていかないと下焦げていくので、注意してちょっと豆に混ぜていきます。もうほとんど液体というかアクもほとんど出ておりません。そしてだんだんほら色がだんだん綺麗になってきて、まあ、あと一踏ん張りですね。まあ、このつぶつぶ見えるのがイチジクの種になります。でここまで来たら少し早く仕上げるためにこんな感じで潰していってもいいかなと思います。煮ることがもう1時間で、こんな感じで割としっかりとドロッとなってきました。このイチジクの皮と身がわからないぐらい結構同じ色になってるでしょ。これはイチジク、黒イチジクの皮を使ったことによって、そのジャムにその黒イチジクの色が移ったんです。そしてワインレッドな色になっています。そしてこのグツグツの状態ね、好きな方このまま残してもらっても構いませんし、好きじゃない方ブレンダーなどかけてもっと細かくしてあげても構いません。私はこのまま好きなん でこのまま置いてます。もうこれ、そしたらここまでしたら、ね、レモンでも構いませんけど、より半分より少し多めのライムを使っていきます。で大さじ2杯ぐらいあります。ライムを加えたらね、さらにね色がねすごく綺麗になってきますよ。どんどん色が変化してきてます。で先まではちょっと黒っぽいワインレッド色だったのが、少し混ぜていくうちに鮮やかなワインレッドに変わっていきます。こんな感じですね。火を止めていきます。これをしっかりと消毒して、しっかりと満タンに入れたら蓋をしてキュッと閉めて
で、このように置いて空気抜いていきます。そしてこの残りのジャムなんですけど、まあ、あの瓶詰めにするのはちょっと限界があって、それの糖分が少ない 40% の糖分で作ってますので、どんなに頑張ってもカビてしまうので、こういうジップロック袋、大きなジップロック袋に入れて保存してます。全部一気に入れてしまいます。このようにまず平らにしていきます。こんな感じで平らにしたら、ゆっくりとジップロックを閉めて冷凍庫で保存していきます。はい、イチジクジャムの完成です。ヨーグルトにかけて食べたり、ソーダ水で、果実酢を作ったり、マフィンにしたり、タルトにしたり、いろいろして使ってます。こうやってもうあのこの季節に採れたイチジクで年中イチジクを楽しんでます。よかったらぜひ作ってみてください。冷凍保存だと、とても安全というか、あの常温で保存するとカビる確率がすごく高くなるんですけど、冷凍保存だとあの絶対にカビないので、それも必要な時いつでもトロッとの状態で取れます。カチカチにはなりません。なので好きな時使えるので冷凍保存でもいいかなと思います。